イジェバンはアルメニアのタブシ地方北部にある都市、同地方の中心都市である。古くはイスキブラグ、カラバンサラとも呼ばれた。イジェバン、カラバンサラともに大正宿という意味で、それがアルメニア語かペルシャ語かの違いである。首都エレバンから北東に 137km、エレバントと飛びシを結ぶ幹線道路上にある。鉄道駅は1870年に開業した。 イジェバン山地となるテ家と山地に抱かれ、付近にはアグスタファ川が流れる。2009年時点の人口は2万500人で、タブシ地方では最も多い。原市長のバルジャン・ネルシシャンが定数15の市議会と共に市政を運営している。今日のイジェバン一帯には古くから人が住んでいたことが分かっている。現在の市立病院の近くには、石器時代の集団墓地があり。 アグスタハ川の左岸には、青銅器時代後期の墓地跡がある。伝承によると、約2000年前に、アルメニア王アルタバスデス一世が建設した町が、イジェワンの源である。王は、美女と男前を集め、結婚させこの町に住まわせた。デバントと北、コーカサスを結ぶ、交易の要衝にあったため、この地域には、キャラワンのための宿泊所や大旅館が軒を連ねた。 アグスタファガシにはハモムジャラと呼ばれる中世の大正宿の跡地がある。ペルシャに支配されていた1780年代に町はカラバンサラ村として組織された。1801年にはグルジアやロリ地方と共にロシア帝国領となった。パーベル一世の時にアグスタファ川の谷合いへの移住が許されるとカラバフ地方からおよそ6000家族がカラバンサラ。 村周辺に移り住んだ。町の名がカラバンサラから一番に解消されたのは1920年11月29日には北からソビエト連邦の赤軍が攻め入り、アルメニアで最初にソ連に制圧された都市となった。1970年に都市型集落になった。アグスタハ川の標高755メートル付近に築かれている。周りは 鬱蒼とした森に覆われた山々が囲っており、一部はツンドラになっている。年間平均気温は摂氏10.6度で、1月の平均気温は摂氏0度、7月の平均気温は摂氏21.3度。また、史上最高気温は摂氏37度で、史上最低気温は低、摂氏23度である。年間降水量は 562mm。 町の入り口にはスピタクコという小さな湖がある。ソビエト時代、イジェバンは木材加工やカーペット製造などで目覚ましい経済発展を遂げた。町のカーペット工場は高架サス地方最大、ソ連全土でも3番目の規模を誇ったが、ソ連崩壊とアルメニア国内の経済危機でこれらの企業はたちまち倒産した。現在、町には小規模な食品加工、 製造工場と機械工場があるが一番大きな企業はイージェボンと書かれた大きな塔を街の入り口に建てたイジェバンワイン工場である。ワイン工場は1976年に創業を開始しザクロから作ったワインで知られる。また、ローカルテレビ局が一局とそのテレビ局が独自に発行する地元市がある。失業率は高い傾向にある。 1994年にエレバン国立大学の文校が設立されて、以来、およそ700人の学生が、応用数学、物理学、アルメニア語、文学、歴史学、教育学、心理学を学んでいる。町にはこの他にも、公立学校が6校と幼稚園が3園ある。1985年から90年にかけて、 イジェバンでは彫刻の年次シンポジウムが開かれ、世界各地から多くの彫刻家が集まった。この影響から地元の住民らが100体の彫刻の町プロジェクトを立ち上げた。現在、町の中心部には116体の彫刻作品が置かれている。最近では1999年に小さな民族博物館が営業を再開し、2003年には 美術館が改装された。町の南部には、スルブホバネス教会がある。キランツ修道院深い森と高い山に抱かれたイジェバンは、林間リゾート地になっている。1969年には街を通る、幹線道路の北側に200台のベッドを備えた、高層ホテルがオープンした。一帯には、アルメニア様式の歴史的建造物がいくつかある。継承地としては、 イジェバン北方の家のカバン村近くにある家のカバン峡谷が挙げられる。峡谷は美しい断崖、洞窟、森、川、滝が特徴。このうちアナパトの洞窟と呼ばれる穴には古いキリスト教のユニークな彫刻が施されている。峡谷には小さな宿泊施設と近代的なリゾートが備わっている。イジェバンにはアルナルスタジアムという観客全員が座って、 観戦できるようになっているスポーツ施設が2007年に完成した。2008年にはこのスタジアムでアルメニア独立カップの決勝戦が行われた。首都エレバン以外で決勝戦が行われたのは史上初めてで、かつ2010年現在この一度だけである。かつては FC ベントニトイジバンというサッカークラブがあったが2007年に解散した。ありがとうございます。